ね。じゃあ、面白い撮り方としてはさ、こんな感じっしょ。あ、俺が入、俺入れ。俺もっと入れ。俺入れ。分かってる。下に草ぐらいあるのは目視できている。よいしょ。滑らかに動かすのは、ヤシの木が、ヤシの木センサーで引っかかってるよ。これ見えてるよ、見えてるよ、見えてる、見えてる、見えてるね、見えてるよ。この高さが危ない。風の影響も受けてるし、電線もあると来てる。一応でも、まあ、ここは一体どこなんだ的なことを見せようとするとこうなるのかね。はい、臨海研究所。はい、臨海研究所でございますよ。はい、我らが臨海、我らが臨海の敷地を出て、ちょっと組織切片のそのサンプルを調整してる時間があるから散歩に行こうという、そういう企画でございます。はい、もうめっちゃ空間的な把握しまくりながらやらないと、この撮影はやばいよ。はい、でこれに合わせて私が歩くと、そういうことね。ちょうど、うわ、なんか雲とか綺麗だしさ。これどんなんやねん。あ、そう、これ。うわ、なんか、王虫が興味を持ってきている。これね、ここら辺飛んでる鳥も何種類かいてて、まあ、興味示さない鳥もいるんだけども、このね、この尾っぽの長い、あの王虫って鳥に関しては、あれツバメか、ツバメちゃんやめてよ、やめてよ、やめてよ、ツバメちゃんやめてよ、寄ってこないで、寄ってこないで、ツバメちゃん。うわー、なんか寄ってきてるよ。興味示すなよ、もう。この鳥によってはね、もう画面入ってるでしょ、ほら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 。鳥によってはめちゃくちゃ興味示す子たちいるのね。はい、でちなみに、まあこういう感じのところを私は行くと。で、一応電信柱、高度は17とか18だから、電信柱は問題ありませんので、はい。じゃあ、まあ、これで歩いていく感じ。はい。後方にはセンサーがないんだ。このモデルはな、危ないんだぞ。もう目の前チラ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 ツバメが飛んでると思うけど、この養殖池一帯にはね、その養殖池のエビとかを沸かすためにね、たくさんあれが浮いてあると思うね。まあ、風強し、風強いぞおい。話違うよ、風強いよ。あんまり高いとこ飛ばして、まあ大丈夫か。すげえな、風がよ。あ、ちなみに、あそこの我らが臨海の宿舎の屋根が綺麗になりましたんで、黒々してていいよね。はい。そうか、やるの忘れてた。一応こう風が強いというのと、そのどうやって音と同期させるかっちゅうのをやっとこうかなと思う。一応私のこの首にはこうピンマイクが入ってて、こっちのスマホの方につながってて、でスマホの方でひたすらこの音がね、録音されてるんで、録音されてるのとアップで合わそうっていう
あとで合わそうというこのことになっておりますけども、これこの辺ちょっと高いのか、ちょっとボコボコしちゃってるかな。でそれどうするかというと、まずこう目の前でこうパチッパチッ、このパチッ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 っていうのとか、あのパピプペポマミムメもパッパッパッとか言って、その口の動きと合わせる。パッ、まあこんな感じだよね。はい、はい、ちょっと風が当たって怖いですが、あっちの雲とかいい感じだから、あっちの雲とかバックに行ってみると言いながらね、なんだかんだでね、あの日に照らされながら、日に照らされていながら、お、はい、いつものリン君のお父さんが、あ、もうこれなんでさ、なんでこの私がカメラでドローンで撮影したい時に限ってこう風が強いの。その大したことないんだけど、やっぱ怖いだろって話。俺さ、これ電子、何気に電信柱の横とか行くけど、ツバメちゃんとかが間違ってあれしたら怖いだろという話ね。はい。はい、リンポーティンのお父さん。はい。あれ、リンポーティンのお父さん、あそこだ。はい、はい、はい、はい。下側何メートルの警告が出ています。一応大丈夫です。あの、まあ、何がいいかって言って、池の方はね、よっぽどでない限り人がいないんで、あの、本人さえ気をつけてればいい。ちょっと回り込んでみようか。うふふふふふ。逆や。はいはい、見ながらやるぞ。はいはい。はい。亀山島。亀山島。ちゃーちゃ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 。亀山島、このコードからでは見れない。わ、もう。絶対よ、ツバメよ。怖えんだよ、おめえらよ、ツバメ。ツバメゾーン、怖いな。よし、亀山島。よし。亀山島。風がある。よし、こうか。いや、逆だ、こっちだ。これ。よっしゃ。ああ。そうすると私が見切れてしまうじゃないか。よし。で、こうで。ああ、これちょっと無理があるな。はい、まあいいや。普通に飛ばしましょう。亀山島をバックに真横は行ける。はい、こんな感じね。はい。まあ、こんな感じでしょ。ほい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 。よっしゃ。よし。よっしゃ。風がちょっと強いので、寄せます。寄せます。風強いからね。よしよし。まあ、もうこれ、なんか緊急事態行った時に、どうもこうもなんねえから。はい、じゃあ、とりあえずこっち側にして、ああ、なんか向こうもええ感じにな、まあ、欲張ってはいけない。欲張ってはいけない。じゃあ、まあ、こういう感じで行ってみましょうか。
はい、そう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 、ドローンくん、はい、ちょっと高度保って、ドローンくん高度保ってね。まあこんな感じね、山の方バックだとこうだな。よっしゃ、はい、目白とか飛んでるしね。よし、ちょっと早すぎる早すぎる早すぎる、一番遅くしといてもいいんだけどな。こんな感じや、はい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 。もうこれさ、周りの解説してるだけの余裕がないんだよね、さすがに。こうちょっと風も強いとかっていうのもあってさ、はい、一応これ近くの養殖池ね。今は何買ってんだったっけな、忘れちゃったけども。で、赤霊の仲間がバンバン飛んでる、はい、赤霊の仲間が飛んでます。サギの仲間も飛んでます、サギの仲間も飛んでます、はい。で、ちなみにこっち側を見ると日は向こうに沈んでっています。日は向こうに沈んで、おっと、そして、おはい、お父さんやってきた。シーガシャオセースースペンゾンゾーよ。スペンゾンゾーイ。スーと、え、と、と、スースペンゾン、たぶん、フェイ、クイフェイだ、スーチェンマ。スースースペンゾン。あれや。うん、と、と、と。いやいや、いや、お小心。不小心、かん、で、不小心か、で、いや、お小心で、で。はい。はい。そんな感じで、いきなり話しかけられます。そんなこんなで。40分ぐらいしか飛ばない。そうだよね。まあ、1時間ぐらいは飛ぶんだけどね、飛ぶっちゃ。何もないよな。これね、大事なのは、ここには何もないって、この今、右手はいいんだよ。なんで右手の場所がいいかというと、水がなくて安全な状態。水がない。そして、人もいない。作業をしてる人もいなけりゃ、水もないから、すごくやりやすい。もうちょっとな。で、まあ、あっちは、今日は月が結構綺麗だな。月が。月見える?月。お、あった。あれね、月。ほほほほほ。はい。はい、はい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 。おおおおシワンチョそう、モテツ、はいはい、速度的に間に合わないか、はいはい、リーさんのところのワンちゃんはバイクに乗るのが好きだからっつって乗っていきました。さてと、ここで、まあ、こんな感じね。で、何がすごいかっていうと、こう来て地面がへこんでるからこういう取り方ができるなと思ったさ。ここの養殖池一帯はこういう感じでね、おいでこうだよね。トラッキングとかかけずに私が歩く速度に合わせて、もうちょっと下の方でいい。から、こんな感じ。おぉ、ピッピ、ピンピコピンピコ言ってるぞ。はい、逆光気味に、はい。おぉ、なんかいいな、これ。これいいな。シルエット。これ気をつけないといきなりね、その、魚を取りに来る、鳥を避けるために、その釣り糸とかが張ってあったりとかして、そこに引っかかると終わる。あれでね、はい、その水車を縛ってある、あの紐に当たって終わる、そういうパターンもありますので、まあここぐらいにしておきましょう。この取り方は、トリガーだけど、これトリガーを引くべきなのか押すべきなのかとか結構間違うよ。レバーはまあいいよ、まあ間違わないよ。でもトリガーは間違うからね。はい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 、まあそんな感じで、一応この道さ、この道ね、この道
こういい感じで錆びれてんだけど、気をつけなきゃなんないのが、これ気をつけなきゃなんないのがね、一本道で上がほら、ちょっとあれになってるでしょ、塞がってるでしょ。そうなると、前から車来た時にもうどうしようもこうしようもないのさ。気をつけてやんないといけないよ。で、こんなんかぶさってるしね。怖え。あくまでもこう。はいはいはい。はい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 。こんなんの、その都市部でやったら絶対いかんことやけど。知り合いですから、もうみんな。よし、大丈夫やな。前はまだいいのよ。これピンピンして、ピッ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 って言うしね。はい、来ました。バイクが来た。さあ、上に避けろ。はい。俺はここ。はい、バイクが来ました。お、バイク、あ、餌やりに来てたのか、おっちゃん。はい、ちなみにあちらが、あちらがマリンステーション。あちら、あれマリンステーション見えてるね。はい。はい。よし。あ、まあなんかいい感じよ。山もなんかいい感じだし。土地を売りに出してます。これは簡単に取れるね。こういうふうに回していくっていうのは。で、カメラのついてる方向に飛ばす。これ前向きに飛ばすね。これは楽だ。これは楽。なぜなら見えているからだ。すべてのものが。な。はい、なんかいい感じのエモい時間帯になってまいりました。そして右側か左側に電線がないっていう、これもいい、非常にいい。はい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 、電線がどっちかにあると危ない。はいはいはい。そんなに早く飛ばさなくていいだってしね。はい、先端の木もございます。なんかこうすごいよね。すごいよねって、子供っぽい表現力、子供、小学生並みですが、すごいんですよ。で、絶対これ電線があるから、私が見切れている。電線があるから、はい、電線。こんな、首痛くなるよ、こんなの。ゆっくりで、ゆっくりで。ゆっくりでいいぞ、俺。はい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 。で、こっち回しましょう。はい。こうするのが一番楽なんだよね。風吹いてようが何してようがもう見えてるから。これが一番まあ安全じゃ安全よ。見えてるし、前向きのセンサーも使うわけだから。で、ちょっと早歩き気味ね。これだとさ、ドローンの目線から何見えてるかっていうのも分かるし、自分も完全に周りの状況を把握しているし、どこに行くかっていうのも分かっている。はい、頭の後ろ行った。で、ちなみに、まあ、海の方はこんな感じで。これでこう、だから逆にこっおらら、逆逆逆逆逆だよ。これ位置が変わったら簡単に間違うけど、
こっちだからね。これでもうまく練習していかないと。さあこれでいきましょう。カメラ見ながら、ドローン見ながら練習。チラッと見るけど、こっちが、ああこんな風な感じね。よし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 。よし、そんな感じ。よっしゃ。ああ、遠のきすぎや。こんなんさ、もうここ道誰も来ないの知ってるしさ、来てもあの人とあの人とあの人だよねって分かりきってるからやるけどさ、こんなんぶつかったって、あの人かごめんねみたいな。知らない人は来ない。まあそれ土日は来るけど、うん、まあまあこういうことをするには非常に良い場所です。12分ね、バッテリーはね。お、なんかね、ススキがいい感じなんで、ススキを逆光気味に、逆光気味に撮るっつうのやってみようか。こんな感じ。こんな感じやね。そう。で、ちなみに奥はマリンステーション。奥っていうか、その、で、はい、すすきが原が見えてます。トラッキングとかを使わずにやる、こういうのね。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい、はい。しゃあ。これ他の人の養殖池の敷地だけども、まあ、ほとんど知り合いだからワンちゃんが怒ってくるぐらい。はい、これで、うん、よいしょよいしょ。ちょっとこんな感じで、ここのコーナーはワンちゃんに怒られゾーン。ワンワン、うっさいよ。ワンちゃんいいんだけど、ワンちゃんじゃれついてこないとは思うけどさ、万が一じゃれつかれてさ、ドローンは壊れるわ、ワンちゃんは怪我するわ、じゃあ誰も楽しくないからね。はい、絶対これ見え、はい、猫ちゃん、ワンちゃん、はい、はい、怒らないでね。はい、はい、何がドローンに怒ってるんだ。しょうがないだろう、ドローンに怒ったところで。よし、今は風がない。よし、ぐるぐるっと。はい、風のないうちに高度を上げて、よし。はい、9分20何%。よっしゃ、俺追い越すな。やっぱ歩く速度を上げてやって、もうさ、やっぱりドローン自体の速度、移動速度落とそう。これ最適化をちょっとずつ測っていかないといけないね。はい、36でもこの辺の建物でどれの何がどれぐらいの高さかって全部把握してるからさ。はいはい、面白いのが、面白いのが鳥がどっちから飛んできそうかっていうのが事前に分かるっていうね。さあ、
ディスプレイとかさ、ずっと見てるとさ、足元に落ちてるワンちゃんのうんことか見れないからさ、簡単に踏むから気をつけとかないといけないよって話ね。はい、これで、ああ、ほとんど日は没ってまだないんだけど。